あの、私ね、チンさんの話めっちゃしたい。いいよ。初見の感想はよ。初見の感想は、あの、変なおじさんやなぁと思ったの。変なおじさんやな。変なおじさんやなと思ったんだけど、あの、それこそその、今回ハローに教えてもらったあのバトルの3バース目ね。3バース目。うん。飲んでる3本目のところでやばかったわけ。いいよね。こう登りながら、いい感じでヒマラヤの。そうそうそう。で、横に触れながら、どんな風呂をかまそうかな、これは楽しいって。いや、めっちゃもうなんかさ、すごい、なんていうの、ひょうきんな感じもするし、ちょっと待ってね、メモしてたやつに書いた。そう、バースの頭で、その客のハートをつかむのがめっちゃうまい。あー。このバトルをちゃんとジャッジできたやついるのかな、みたいなやつが。あー、4バースの最初か。そう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 、とかいうのが。いや、お客さん、これ、どっちがいいそう。か判断できるのかな。そう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 。そう、あそこでさ、その、ちゃんとこうさ、この、会場とのやりとりが発生してるのがすごい盛り上がるじゃんね。かっこいいってなるし。まあ、さっきも言ったけどさ、やっぱディスがすごい少ないのが、相手を立ててる、リスペクトしてる上で楽しんでるのがすごい伝わってきて、めっちゃかっこいいなと思って、あの、マカとこのかっこいい曲作りたいじゃん、みたいなところがあったりするでしょう。いや、本当に楽しい。あとね、あれ、戦国の、第6章。あ、出た。それを見て欲しかったんだよ。いや、もうめっちゃいいよ。めっちゃ好きあれ。キザル戦。キザルのね。いや、かっこいい。あの、グーチョキパッパラッパーとかいうやつね。キザル君、足は大丈夫ですかって。めっちゃ楽しい。あの、人生経験6年目の友とかね、最高。いいよな。そのリズムの取り方するんだって言いながら。そう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 。で、なんかちょっとさ、あの、ラップなんだけどさ、ちょっと歌っぽくなるじゃん、あの人が歌うと。うんうんうん。あれが絶妙。なんか、歌とラップの間をなんかこう行き来する感じがなんか、すごい耳に残るっていうか。耳に残るね。ああ、すっごい、もうね、本当にね、かっこいいね。めっちゃ楽しいし。まさに、あれなんですよ。ドープネスタイムなんですけど。あ、そうそうそう。ドープネスタイムだね。ドープネスタイムなんですよ。それはそうとして、チンザさんのなんか、自由な感じはすごいハマっちゃうなっていう。あんなに踊る人いる？あー、そうだな。あんま見てない。バトル中にってことだよね。そうそう、バトル中に。バトル中にはいないかな。なんかビートチェック、最初の音楽チェックするときに、踊ってるおっちゃんとかいるけど。うんうん。バトルしながらさ、あの、ダンス始まっちゃう人いないよね、なんか。うん。体全体でラップしてる感じ。あー、そう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 。いや、その感じすごい感じる。面白いあの人。あれ見るともっと面白いよ。霜降り明星のせいやがね、チンザトップです大好きなのよ。そうなの？私せいやめっちゃ好きなんだけど。で、霜降り明星がやってる YouTube とかで、好きなラッパーバトルみたいなの上げてる中で、そうなんだ、ちょっと最近見てないから。もちろんチンザトップですマッカのやつ上げてるし、オールナイトニッポンでも誰もわかんないのにせいや一人で、チンザトップを真似して、一人はしゃいでるのを。オールナイトニッポンでその話したのめちゃくちゃマニアックじゃん。絶対わかんないでしょ、リスナー。そしてなんかもう、チンザドープですええねんって言いながら。ハロがさ、今日絶対、あの、この話したいって話で、もうできてる？なんか。あ、絶対話。うん。マカとチンザドープネスの話はもう、すごい、もう、大満足ってぐらい。あー、嬉しい！めっちゃ嬉しい！あ、サムとスクリューの試合の話はちょっとしたいかもな。あー、どうぞどうぞ。初めて見た時にドカンと衝撃を受けたのを覚えてて。なんでかっていうと、二人が、はい、あの、殴り合って戦ってない感じがすごい、かっこいいと思って、印象なんだけど、うん、相手の攻撃をかわして俺の攻撃、それをかわして俺の攻撃ってやってる、イケてるおじさん二人のスキル勝負みたいな感じで。それってさ、その、この試合見た時では、その、バックボーン的なのは、知った上で見てるのか、知らずにまず初見で見てかっこいいってなったのか、どっち？基本知らずに見てるかな。あ、
そういうことなんだ。もうじゃあ本当に純粋にかっこいいってところから入るんだね。そう、チャムはもともと存在は知ってて、うん、おしゃれな踏み方するなって思って、うんうん、なんか3バース目でもう案の定おしゃれな言葉を吐いて、うん、エゴも欲も罪もドレスコードって何それかっこよすぎでしょ、めっちゃかっこいいよね。でじゃあスクリーはどうすんだと思ったら、こっちもこっちでおしゃれに行ったと思ったら、最後に戦国の賞金でパーマかけましたよ、ちょっとなんかこう楽しんでる感じが面白いなと思って、でそこからもお前の攻撃をいなして俺が勝つぜって言ってる感じがすごいかっこいいと思って。あーなるほどね。なんかさ、私マイクバトルって結構口喧嘩でほんと殴り合いをするもんだ、で攻撃力が強い方が勝つみたいな、よく言ったみたいな方が勝ちだなって思ってたんだけど、なんかこの試合に関しては本当にそのこういう試合のやり方もあるんだっていうかっこよさを知れて、すごいいい試合だなって思った。すごい、あれはねイケオジたちのね、生きてる戦いなんだよね、うん、なんかね、そのバトルでスクリューにハマって、実際にスクリューが作ってる原曲聴いたりとか、音楽聴いたりとかもしてて、ラッパーの楽しみ方は、バトルにハマって、このラッパーにハマったら、その人が出してる曲を聴くっていう楽しみ方にも発展できるから。あー、なるほど。深い沼だね、それは。かっこいい歌作るんですよ、スクリューが。もう、いいんですよ。なんかそれぞれの背景とかさ、聴いてきた音楽とか得意なジャンルとかが全然違うからさ、その化学反応が面白い時あるよね。面白いね。同じ人でも2回3回ってやっていくと、うんうん、前の戦いは負けたけど俺は勝つぜって言って。なるほどね。あ、再戦結構熱いね。確かに熱い熱い。あー、それで言うと、おすすめ動画いい出してなかったんだけど、フーマの小太郎と呂布カルマが戦うやつがあって、あ、ちょっと待って、なんか見たかもしれんぞ。20歳の世代のフーマの小太郎と、もう大御所呂布カルマが戦ってて、うんうんうん、で今まで何度も戦って全部呂布カルマが勝ってて、うんうんうん、今までも負けてたけど今日の一戦は負けねえぜって言って、今までの試合とどう違うんだみたいな感じで返してみたいな。そう、熱いね。まあいいな。そう、熱い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 。まだね、本当はね50個ぐらいおすすめしてるんだけど。いや全然私は見るけどね。本当、うん、じゃあ例えばじゃあ1個ちょっと言うわ。絶対多分たどり着かないだろうなって思うから。ああ、なるほどなるほど。MC バトルで一番再生されてる動画なんですけど。おお、何それ。 MI と内科 MC の戦いなんだけど。知らない知らない。全然知らないよ、うん、でMI ってのは、ガードマンっていう登録者160万ぐらいいる YouTuber のメンバーの一人で、内科 MC は結構大御所のラッパーで、何が面白いって、もう普通のラップバトルじゃなくて、MI はラップをする気がないまま MC バトルに出てて、言いたい言葉を最初に書いてきて、それを歌うだけ歌って、あ、やっぱ内科さん強いわ、俺負けだわ、とか言って、で、内科さんそれに対して、お前歌歌いてならカラオケ行けよみたいな。結果は絶対に MI じゃない方が勝つんだよ、試合は。うんうんうん。なんだけど、MI は僕は勝つために来たんじゃないですって。俺はレゲエを広めるために MC バトルに出ましたって言って、僕はやります。なるほど、なるほど、なるほど。面白いね、やり方が。そう。それが一番再生されてるんだ。そう。一番再生されてるラップバトルの動画はラップしてないっていうのがすごい面白いな。確かに。そう。今喋ってて、思い出した。チンさんとか以外で良かったなってやつね。うん。和乳道とクールだったかな。おー。しかも延長が私は好きで、それのビートがすごいなんかちょっとノスタルジーな感じもあって、かっこいいし、でなんかもう和乳道さんがブワーって早口でまくし立てるところで、なんかクールさんがそれを見てさ、いや俺そんなんで負けないよみたいな目でこうギラッと睨みつけてさ、次のバース始めるところとかあって、めっちゃなんかね熱くなる戦いだったの。それが結局和乳道さん勝ったんだけど、なんかね、それもリスペクトし合ってるのが分かって、すごい好きだなっていう試合の、あ、ピースの試合なんだ。あー、すごいよかった。もうなんか、なんて言うんだろうね、めっちゃイメージ変わった。だからマイクバトルってなんかちょっと怖いとか、なんだろう、その口喧嘩だけとかそういう感じかなと思ってたけど、こう激しいやつもめっちゃ面白いんだけど、なんかね、相手を知った上で叩いたり、相手を知った上でこうもっと来いよってこうさまくし立てたりするのの、ほんと面白いなって思った。食わず嫌いで見てない人とか、あんまり触れてない人も絶対見たら面白いってなると思うなと思った。うん、いやー面白かったですね。
オッケー、じゃあ、左のページに本番いきますかね。緊張する。あ、いいじゃん、すごい丁寧に書いてくれたね。あ、いい、全体のバランスがちょっと悪いけど、うん、一個一個はちゃんと綺麗に書けたような気がする。うん、いや、すごいいいと思う。ほんと漢字今回めちゃくちゃむずいんだけど、バランス良くない？頑張った。おー、素晴らしい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうだった今日？緊張しちゃった。いや喋りやすかったんだけど、うん、もう言葉飛ぶし、もううまい具合に説明できないし、あーって思いながら。でも緊張したとはいえ楽しかったかい？楽しかった。いやー、よかったね。途中で言ってたもんね、シンさんとマカさんの動画について喋れたからよかったって。そう、もう感無量っていうか、もう初っ端で喋れたから、もうなんか開始10分ぐらいにもう満足ってラップの話ができたの楽しかったんだけど、うん、そうじゃなくて今日面白いなって思ったのは、この字書くのが面白かった。へぇー、そうなんだ。チャコの動画とか見てて、綺麗に書くなんていけるだろうと思ったけど、実際にやってみると死ぬほど難しいっていう難しさと奥深さを感じて、すごい、これ面白いな。へぇー、うわぁ、ちょっと嬉しいね、そういう風に言ってもらえると。こっちも嬉しいです。今日は、ハローさんと MC バトルについてね、喋ってもらいました。ありがとうございました。また来てね。ありがとうございました。バイバイ。また来ます。楽しかったっす。ありがとう。